はい、どうも、嫁と俺のマルパです。嫁です。よろしくお願いします。お願いします。エゴファイヤー、ワン、ツー、スリー。というわけで、はい、今回はなんとデバイザーさんのね、工場の脇にあるこの、うん、なんていうんですか、このショールームみたいな感じのところにちょっとお邪魔した写真していただいておりますが、はい、緊張してる。緊張してるね。すげえかっこいいな、これ。見えないんだけど、向こう側にさ、いっぱいさ、ギターが並んでて、うん、でそんな中から今回は、はい、この新製品、ね、パッと見は普通のモデルとあんま変わらないんだけど、このネックの長さがなんと25インチ。そうだよね、ピンとこないよね、うん、この25インチっていうちょっと変わった長さのやつと、まあ、従来の 25.5 インチの同じようなモデルのと、それをちょっと、ね、引き比べてみましたので、はい、で実際にこのそれぞれのギターに合うような演奏をね、うん、してみたじゃん。してみましたね、うん、それも皆さんにちょっと聞いていただきたいなと思いますので、はい、よかったら最後までお付き合いくださいませ。これがね、最初25インチって聞いた時に、うん、なんかちょっと短いのよ、25インチって、まあ、普段使ってるやつとかと比べてちょっと短いんだけど、ボヨンとするんじゃねえのかなとかさ思ってたの。なるほど、なるほど、うん、全然ないよね。しないんだ。しない。で、なんていうのかな、俺ってギョリッとかギャリッとかそういう音好きじゃん。好きだね。そういうのはこっちのインチの方が出やすい。弾き心地というかそういうところで言うと、うん、やっぱさっき言ったみたいに普段使ってるのとちょっと短いんだよ。短いんだね。でこう、うん、ギターなんてこうやって指先でこう細かく動く楽器じゃん。うんうんうん、だから最初ちょっとだけ違和感あったんだよ。やっぱ違うんだ、短いっていう。あ、全然違う。あ、全然違う。それはもう全然違う。もう全然違う。でも5分ぐらい使ってるとやっぱ、なんていうんだろう、抑えやすいし、うん、このテンション感がすごく心地よくなってくる。心地いい、うん、特に俺みたいにあのギュイーンが多い人。はいはいはい。あのギュイーン分かる？ギュイーン、こういうこういうのが多い人なんかはすごい気持ちよいんじゃないかな。取り憑かれちゃうと思うよ。こっちのギターで作ったフレーズはだからやっぱり極端にギュインしてみたんですよ。極端にギュインしてみたんですよ。ギュギュしてるもんね。あのね、こう例えばさ、うん、すぐ弾きたがるでしょ、こうやって、うん、いいよとか、うんうん、こう上げといてもう一回上げちゃうみたいな、うんうん、みたいな、うん、こんなもなんかやっぱこのギターが俺に与えてくれた。こう弾けと。そうそう、僕こんなこともできますよって言って教えてくれた。へー。そういうなんか、なんやろな、今まで触ったことのない感じの弾き心地をそのまんまフレーズに閉じ込めてみたって感じですね、うんうんうん、じゃあこっちの25インチを使ったデモ演奏どうぞ。なんか言えよ。どうぞ。押せんだわやっぱ普段バッカスのギターを使ってるんで、演奏性はもうよく慣れたというかさ。ああ、やっぱ慣れ親しんだ感じ。なんで嫌な感じで言ったの？いや、感じ？いや、感じだと思うじゃん、うん、ところがね、違う、ネックがね、ちょっと今時というかね、少しね、こう俺が使ってる世代のバッカスのギターよりも、うん、少しこう、ガッツのある握り、握り具合なのね。握り心地がガシッとしてるってこと？なんて？握り心地がガシッ。これはもうそのこのギターの特徴がそのクリーンな、各弦のクリーンな響きだったんで、うん、あえてそこ和音で弾くっていう、うんうんうん、フレーズにしてみた。おお、ほうほう。ほらとかさ、メロディーなんだけど、うんうん、
このメロディーっぽいところも全部わざわざこう同時に鳴らしてみて、うん、でそれがやっぱ綺麗に響くなっていう、うんうん、これはね、これはね、もう絶対ね、聞いてもらった方が早いと思う。そうだよ、そうだよ、これは聞いてもらった方が早いと思う。言葉で言うよりね、うん、というわけでこちらの 25.5 インチこのギターを使って演奏してみたので、どうぞどうぞ。というわけで、はい、こちらの25インチのモデルと 25.5 インチのモデル、まあ、デモ演奏を聴いてもらってどうでしょうかね、うん、だいぶなんか質感、まあ、フレーズも違うから当然なんだけど、うんうんうん、質感が違ったんじゃないかなと思います。似たような形してるんだけど ね、うん、ちょっとネックが違うんだけどやっぱ全然違う。違うんだね。それがまた楽器の面白いところなんだけどね、うんうん、よみちゃんさっき言ってたじゃん、なんかその何そんな違うのみたいなこと、うん、あのカメラ回ってないとか言った違うんだよ、うん、いやマジ弾いてみたら分かる、それは本当に。そうでこっちのモデル 25.5 インチの方とかは、うん、その従来のバッカスのギターとかも結構多く採用されてるスケールだと思うんで、うん、今まで触ったことある人もぜひ触ってみてほしい、うん、ちょっと違うんだよ。ちょっと違うの、何が違うのか後からちょっと聞いてみようと思ってさ、なんか魔法かかってんだよね、うんうんうん、ネックかこのローステッドメイプルのあれなのかな。ローステッドメイプル、あのこの黒いメイプルね。ああ、かわいい、ね、かわいいでしょ、うん、高級感あるよなこれが、うんうん、この辺なのかなとも思うんだけど、でこっちの25インチの方はもう本当にもうなんかなんだろうね、ぜひ一回体験してみてほしい、うん、なんだろう、あとは手のちっちゃいさ、私、うんうんうん、手ちっちゃいしって思っちゃってる女性の方であったりとか、例えば中学生ぐらいのさ、うん、ギター弾いてみたいぜっていう子なんかもめちゃくちゃ向いてると思う。なんか弾きやすいイメージあるよね、うん、短いと、うん、一番何がすごいって弾きやすいのに、うん、そのサウンドを殺してないってとこ、うん、もうこいつの音がある、25インチの音があるんで、これも絶対に試してみてほしい、うん、実際にこの触って聞くんじゃなくて弾いて感じてみてほしい、うん、どっちのモデルもね、うんうん、これもうだって楽器屋さんとか並んでるんですか。 25.5 インチの方は並んでます。こっちはもうあるんですね、はい、25インチの方はまだこれから。なるほどなるほど、じゃあもうちょこちょこ足しげく楽器屋さんに通ってみて、うん、これを見かけたらうわーし、あのギターだぜっつって弾いてみてください、ぜひともね、ぜひぜひ、はい、ってなわけでね、いつものやついってみようか。はい、おい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画を気に入ってくださった方、そしてこの2本のモデルかっこいいな、気に入ったよって思ってくださった方は動画の高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。ディバイザーさん公式のツイッターもあるのでフォローしてください。嫁とおるのもあるんで、おまけでよろしくお願いします。あとさっき言ったみたいに本当に2本ともこの2シリーズともすごい面白い楽器だと思うんで、ぜひともね楽器屋さんの方で試してみてください。てなわけでよかったらまた見てんな、また見てね。嫁と俺アットディバイザーでした。でした。呼び捨てにしちゃった、ディバイザーさん。